ああ、はい、すいません。これの通りに始まる感じでいいんですよね。そうですね、この後チームが2つ入って、はい、8時ですのアナウンスの後に地方で番組開始。見えます？はい。はい。これはですか。はい。はい、始まりました。始まりましたね。始まっちゃいましたね。始まっちゃいました。第1回目のトラベル58でございます。はい、はい、始まりました。いよいよ始まっちゃいましたね。始まっちゃいました。はい、この番組はですね、はい、トラベル58と言いまして、はい、その名の通りですね、はい、あの沖縄の、はい、観光をメインに、あと沖縄と日本のですね、はい、あのニュースをテーマにですね、そうですね、いろいろ語っていこうじゃないかと、はい、そういう内容の番組となっております。はい、そして早速自己紹介 しましょうか。からいきますか。まずは、はい、じゃあまず僕からですね。はい、お願いします。あの僕はですね、ネビールと言います。はい、ネビールです。ネビールです。はい、声だけ聞くとですねちょっとふざけた名前してんなお前っていう感じしますけど、これユーストリームとかでも流してるんですが、見ていただければ分かるんですけれども、はい、見た目外国人です。そうです。はい、ハーフなんですよ実は。そうです。でネビールって結構しっくりくる名前なので、はい、声だけ聞くとちょっと変わった感じしますけど、あのネビールです。そうです。はい、で出身がですね沖縄の、北谷町ですね、中上郡北谷町で、職業が、観光関係とまで今回はお伝えしておきますかね。はい、で年齢は、内緒で。内緒で、はい、何かこう、ね、お問い合わせあれば答えるかもしれないですけど、多分気になれば、はい、多分誰も興味はないと思うので別にそれはいいかなと、まあね、そうですね、はい、はい、っていう感じです。はい、でもう一人こちらにいらっしゃるのはですね、はい、そうですね、僕は名前がヒッチーと言います。であの FM 二来のホームページ見ていただければと思うんですが、あのネビールと一緒におそらく写真が出てるかと思います。そちらもヒッチーと載っております。で僕も実はネビールと一緒にまあ、会社とか、まあ、授業は違うんですけれども観光関連 の仕事をしています。まあ、ちょっと詳細の方はおいおい伝えていこうかなと思っておりますので、はい、まあ、ちょっと楽しみにしてほしいなと。まあ、出身の方はまあ、地元沖縄で、まあ、ちょっと顔は何ですかね、ウチナーンチュっぽくないとよく言われるんですが、まあ、薄いらしいんですよこう見えて。うん、でまあ出身は那覇生まれの那覇育ちですね。はい、なるほど。そうなんです。年齢はまあそこもまあちょっと後で伝えていこうかなと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。でですね、毎回この番組始まるときに、はい、あのリスナーの皆さんも一緒にね、はい、そうですね、それで僕らがそれでは今週もすっ飛ばしていきましょうって言いますので一緒に、はい、トラベル58と言ってください。掛、ね、け声をいいですか。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、それでは今週もすっ飛ばしていきましょう。トラベル58。トラベル58にチャンネルを合わせていただき誠にありがとうございます。トラベル58は沖縄の観光とニュースをテーマに好き勝手に語るトークショー番組でございます。
この放送は Facebook や Ustream でも配信しておりますので、ぜひそちらもご確認ください。また沖縄の観光産業で頑張る方などのゲスト出演も随時募集しておりますので、ご興味のある方は Facebook 経由でご連絡ください。よろしくお願いいたします。はい、っていう感じなんですけれども、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ちょっと緊張してました。なんか今ミキサーあたりがバタバタしてましたけど、なんかありました？まあ、いや何もないです。大丈夫ですか？気のせいだと思います。てかまあ第一回目なんでね。そうです。それはこんなこともありますよ。二人ともねラジオ初めてなので、それは、まあ、そこはそんなスムーズにいくわけじゃないですよ最初から。そうなんですよ。このミキシングもね実は今日初めてなので。そうですよ。はい、リスナーの方もね自分がやってるものだと思って想像してみてくださいよ。これ大変なんですかこれ。大変ですね。はい。まあそれは置いといてですね。どうですか最近は。はい、最近。はい。僕ですか。まあちょっとねもうやっぱ観光の仕事していてですね、まあ、ネビールも一緒だと思うんですが、はい、まあ、ようやく、まあ、7、8、9月と、まあ、沖縄で一番その観光で盛り上がる月ですかね、夏休みも含めて、ね、やっと終わったなっていう、もう毎日忙しくて、ね、まあでも楽しく過ごせたかなっていうのはありますね。ネビールはどうでした？今年ですか？今年？最近？最近、まあ、夏でもいいんですけど、あでも今日あった出来事でもいいですよ。今日はですね、はい、家の前に蜂の巣ができてまして。蜂の巣？はい。は怖っと思って、はい、鍵とか使ってほじくり回したら幼虫がいっぱい出てきて、はい、家の前幼虫だらけになって、はまあラジオあるしいいやと思ってそのまま置いて走って、ここにFM2 来に来る前のお話です。そうです。もうタイムリーなもう超フレッシュな話ですフレッシュな、はい、でもなんか内容フレッシュじゃないですね。そうなんです。ちょっとグロいんですけどグロいですね。まあまあまあそこはね第1回目ということで、はい、そうなんですね。多めに見ていただければと思うんですけど。ということは帰ったらそのままの状態。そうですね、吐き掃除から始まりますね僕の。頑張ってください、はい、そうなんですよ。でですね、はい、で冒頭でもお伝えしましたけれども、はい、そうですね、ニュースを、はい、沖縄でのいろんな、まあ、観光に基づくものとかですね、そうですね、その他もろもろのニュースを今回僕ネビールと、はい、ヒッチで、ですね、取り上げていこうっていうことになってるんですけれども、はいはい、まあ、僕の方から、まあ、軽くそうですねちょっと紹介しますね。僕の方ではですね、まあ、9月の終わりにピンクドット沖縄っていうイベントがあったんですけど、はい、ありましたね。ご存知です？はい、わかりますよ、はい、LGBT の皆さんが集まって、はい、まあ、理解を一般の方々にも、高めてもらおうという、まあ、そういったイベントなんですけれども、はい、まあ、僕個人的にもね、LGBT の友達もたくさんいますし、ああそうなんですね、はい、もう大好きな人たちもいるので、はい、まあ、僕個人的にも応援したいなという気持ちがあって、はい、まあ、このイベントをね基づいた内容をちょっと取り上げてみたいかなっていうのが一つと、はいはい、もう一つがですね、はい、この業界では多分、はい、ちょっとまだ先日の話なんで、はい、やめといた方がいいんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですけど、あえて切り込んでいこうかなと思ってる、はい、ものがですね、はい、沖縄タイムズさんでもこれご紹介されてた記事なんですけれども、はいはい、沖縄の平和運動は偽物、はい、朝鮮中国人は平気で嘘、はい、といった内容の、まあ、沖縄市の地域 FM 局で放送されましたということで、ちょっと、はあ問題になってましたよね。そうなんですね。まあ、ニュースとかテレビでも多分見た方はいるかもしれないんですけれども、はい、まあ、そういったことを、まあ、実際の内容よりも、うん、僕ら、まあ、第一回目じゃないですか。そうですね。失言とか、はい、放送事故って他人事じゃないぞっていうね、はい、そうです、ちょっとね自分たちをね戒めるというか、はい、それ大事、まあ この、はい、この場を借りてですね、はい、第1回目なのでもう今のうちに謝っとこうかなと、はい、リスナーの方々に、はい、
大丈夫ですか？はい、まあ、そういう意味で取り上げたいと考えております。はい、で、ヒッチーさんの方からもいくつか、はい、そうですね、今日まあ初回なのでまあ時間内で話せるかなっていうのはあるんですけれども、とりあえず3つほどお持ちしました。はい、でまあ、これは去年一昨年からまあ言われていることなんですけれども、まあ、沖縄県でまあニュースとかテレビでよく聞かれると思うんですが、まあ、観光客が増加、まあ、すごい増えてますよという。そうですね、はい、毎年、はい、でまあその観光客が増えてすごいいい傾向ではあるんですけれども、実はそれに紐づいてですね、実はちょっと懸念というか、ほうほう、実は2つほどありまして、まあ、それは後から伝えようかなと。はい、結構興味深いお話だと思うので。そうですね、はい、であと2つですが、まあ、2つ目は、はい、先月猛威を振るった台風18号ありましたね。はい、で僕自分のこの、まあ、仕事で宮古島月1回か2回行かせていただくんですけれども、はい、もう宮古島のその影響がですね、その爪痕がまだ実は残っておりまして、まあ大きかったですからね。そうなんですよ、まあ、雨の量もそうですし、まあ、風も、まあ、風速最大50メートル以上とかありましたので、まあ、その影響もまあどれぐらいあったのかという、まあ、数字ではなくて、まあ、具体的に観光に紐づく形でお伝えしたいなと思ってます。なるほど、はい、ちょっとやっぱ興味深いですね。そうですね、それは。あと最後に、はい、まあ、ちょっと直結はしないんですけれども、これも先週、まあ、先月末のお話でオスプレイが ありましたね、新石垣空港に、はい、まあ、来たというかちょっと表現が難しいんですけれども、実は僕また石垣に、まあ、仕事で行っている時にそのオスプレイがいたという、リアルタイムな、たまたま、はい、お、まあ、そういうちょっと間接的に、まあ、観光客にね、影響があったっていうことをお伝えしたいなと思っております。はい、まあ、今週はこの3つをお伝えしたいかなと思っています。なるほど、はい、なるほどですね。そうですね、結構まあ観光にね紐づく話をしていきたいなと思っているので、はいはい、じゃあそれを取り上げていきましょうか。はい、そうですね、で、まあ、実際そのいろいろニュースを取り上げていく前に、はい、曲でも流しときましょうか。そうですね、もうラジオといえばね、そう、曲がね、曲、そうなんですよ、曲といえばラジオです。そうです。でですね、はい、まあ1曲目、まあいろいろ今回悩んで選んでた中で、はい、これだなっていうのは僕の方で、まあ、勝手に選んだんですけれども、はいはい、そうなんですね、これ洋楽ですね、はい、皆さんご存知ですかね、グリーンデーっていう、わかります、バンドです。はい、もう僕大好きなんです。はい、本当何か悲しいことがあった時はいつもこれ聞いてます。あ、そうなんですね、はい、なので、はい、ぜひ皆さんもこれをきっかけにねグリーンデーを聞いてもらったら嬉しいんですけれども、はい、で、バンド名グリーンデーで、はい、曲名がですね、はい、バング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 、はい、で発音よく言うとグリーンデーで、グリーンデーでバングバン、バングバン、はい、お願いいたします。わかりました、はい、じゃあお届けいたします。はい、グリーンデーでバングバン、バングバン。ニュース先にしちゃんさんのからいきましょうか。はい、ニュースは、ニュースは、はい、僕からの方が良くないですか、ね、いいですよ。いきなりピンクドットの話もどうかなと思うんでそうですね、それか僕から行くか、 FM 局の放送事故の話します。はあ、どっちがいいかな。軽いのから、ああ軽いのから、じゃあ 僕から行く。でもこの FM 局の放送事故軽いですよ、内容重いですけど僕は軽く取り上げるつもりなんでいやいやいや、ごめんねっていう、一応初心者ですそんな掘り下げて平和運動がどうなのとか言わないですから、
でちょっとなんかあの台風とか観光の話はちょっと長めに撮ったらいいんじゃないですか、はいはい、でもいいですよ、任せます。そうしましょうか。じゃあ放送事故からで、そうっすね、そんな感じで。よし、あの話すスピードって早いですか？聞き取りにくいとかあります？番組にもよるんですよ、めっちゃ早口でずっと勢いよくテンポよくって言われたので、そんなに言ったりじゃなくても、逆にあんまりそこまで気にしなくて大丈夫なのかな。お昼とか3時とか、はい、ああそうですね、はい、そっか、かもしれないですね。もう少しで終わりますね。あ、はいはい、はい、グリーンデーでバングバングでした。かっこいいですね、やっぱり。かっこいいですね。っていうかこれ僕勝手に選曲したんですけど、はい、ヒッチーは好きなの、はい、グリーンデー聞いたことあるよなるほど、そんな感じだったんですね。軽いなごめんなさいね、僕勝手に選んで。いやいや大丈夫、でも大好きなんで。2曲目僕も勝手に選んだんで。あ、そうなんですか。はい、大丈夫です。それは楽しみです、ね、楽しみにしていてください。はい、はい、でじゃあ早速ですね、さっき軽くご紹介いたしました、はい、ニュースをちょっと取り上げていこうかなと思ってるんですけれども、ね、まあそうですね、まあ、ニュース、新聞、テレビなどでも報道されてました、はい、沖縄の、沖縄市の地域 FM 局での放送がまあ、問題として取り上げられた件なんですけれども、はい、まあ、実際僕この放送聞いてないんで、はい、特にこの内容に対して何かしら意見があるとかでは全くないんです、うん、実際聞いてみないとわからないですし、そうですね、まあ、用意ワンワンって感じなんですけど、この場で逆に逆にね、怖いから言わないですけど、はい、そうだまあ要はですね、僕が言いたいことは、はい、まあ、さっきも言いましたけど、僕らもしっかりやっていかないと叩かれるよっていうことなんですよね。初心が大事ですよね。そうなんですよ、はい、でこの場を持ってもう今のうちに謝っといた方がいいんじゃないかと思って、はい、ネビルが謝る、まあいいですよ2人で、僕が今謝ることで、はい、ゆくゆくのいろんなトラブル問題避けていけるんだったらいくらでも謝りますよ、はい、今のうちに。そうですね、思いませんだって、うん、最初が肝心だと思う。僕毎回これ言うつもりですけど、冒頭でも伝えましたが、はい、トラベル58は沖縄の観光とニュースをテーマに好き勝手に語るトークショー番組ですからね。好き勝手ですからね。そうなんですよ。そうですよ。基本クレームは一切受け付けないつもりではやってるんですけど、はい、まあ、多分大人の事情で僕らもね、はい、反省させられる時が来るかもしれない。そうですね、はい、まあ、なるべくそれがないような、ね、はい、頑張りますけれども、ね、まあそこはね、はい、いいじゃんっていうお目に見てよっていうね気持ちで、まあね、根は僕らすごい素直でそうだったっけ、はい、素直で結構近所付き合いとかもちゃんとするし、はい、初めて聞いたそう、そうだ、そういう設定ね、いい子たちなんで、いい子たち、悪気はないんですよ。悪気はないと思う、うん、今のうちちょっと本当伝わるかなこれまあラジオで難しいんじゃない、まあ保身保身でやっていこうかなと思ってそうだね、こんなこと言ってるんですけどねまあまあまあということで、はい、この話題をね、はい、FM
放送で、はい、まあ、放送事故出現、はい、これは他人事じゃないなと思って、そうです、自分たちの身にいつでも降りかかってくることが可能な内容として取り上げました、ね、はい、で次はね、はい、ヒッチーさんの方から、あ、じゃあ僕の方ですねまあ先ほど、まあ、曲紹介する前にお伝えしてたんですけれども、はい、まあ、3つ、まあ、今日は軽くいこうかなと思って、僕まあ喋るの基本好きなので、ちょっと時間をねちゃんと考えながら喋ろうかなと思ってます、はい、でまず一つ目、まあ、観光客の増加に、まあ、伴う、まあ、影響というのが実はありまして、まあ、これあまりというか多分ニュースとかになってないと思うんですが、実はですね、まず、まあ、2つありまして、1個目が水不足の懸念というか、まあ、心配が実はありまして、はい、それ何なのかと申し上げますと、雨量は結構ありますもんね。そう、雨量はあるんですが、実は沖縄ってダムがあるにもかかわらず、うん、貯水率があまり良くないらしいんですよ。へー、はい、でも僕もまあダムにそんな詳しくはないんですけれども、うん、その雨量に対しての、まあ、ダムの、まあ、何ですか、その溜まる水の量っていうのがそこまでないらしいんですね。こんなにたくさん降ってるのにあんまりたまらないという。それなんとかならないんですかね、はい、なんとかしたいですけどね、うん、まあ、僕たちの力では今はできないかな。まあそうですねそうなんです。で、うん、その水不足がまあ何なのかっていうのは、まあ、ホテルで、まあ、実はまあその夏、まあ、忙しい時に、まあ、結構聞いていたんですが、はい、特に那覇市のホテルって、まあ、観光客が、まあ、国際通り周辺とかすごいたくさんいらっしゃって、はい、でまあ、普通にホテルに泊まるじゃないですか、はい、でそこでですね、まあ、やっぱりその、まあ、観光終わって、まあ、帰ってきてシャワーとか、はい、であとは、まあ、東京の方とか、まあ、たまにね、バスタブにちょっとお湯をためて疲れを癒すというか、はい、そういったのがあると思うんですが、まあ、そこはもちろん、ね、普通にお風呂入らないといけないし、うん、まあ、普通なんですけれども、実はその観光客が増えているっていう段階で、ホテルのですね、その何ですか、ホテル自体の水不足というか、水が足りなくなるかもっていうので、実はホテルの中で、その観光客に対して節水をしてくださいっていう案内をしてるらしいんですよ。マジですか、はい、観光客にですよ。それは初めて聞きましたね、はい、そうなんですよ。実は僕もそのホテルから生の声を聞いた時に、うん、まあ、初めて聞いて、だから最悪水止まっちゃうかもしれないってことですね、はい、そうなんです。まあ、それはホテル一軒のお話なんですが、これが全体的な話となると、まあ、もしかしたらね、その雨が降らない時にもしかしたら断水になるかもしれないので、まあ、節水してくださいという、まあ、予防も含めた感じですね。それはすごい話ですね。そうなんです。それはそのホテルの希望に応じてどう変わる問題なんですか、はい、例えば大きいホテルだとその分、はいはい、いや、ですね、ホテルが小さくても大きくても、まあ、その分入る人数はそれに応じてじゃないですか、はい、そうですね、なので、まあ、そのホテル の, その設備というかですね、まあ、水を蓄えるところと人数と、うん、まあ、そこまでなんですかね、要はその沖縄県が求めているその、まあ、今県の目標で1000万人ですかね、はい、目標立ててるんですけれども、はい、結構、まあ、数字だけで見ると、まあ、頑張らないといけないんですが、実際それがその目標に対して来てみるとすごい、まあ、現場が大変というか、こんな問題も発生するんですよ、発生しちゃったっていう、まあ、最近の、まあ、生の声というか。で実際今のところなんとか対応はできてる感じですか。いや、できてないので。実際止まったところあるんですか。自分はまあ2件ぐらい止まったんですけれども。おー、すごいですね。まあ、やっぱ地元なのであまり使わないようにというか、軽くシャワーでいいかなっていう、まあね、感じなんですけれども。それはどうしたらいいんですかね、はい、まあ、そうなんです。まあ、貯水率を上げるか。そうですね、まあまあまあ、今僕らにできることはこういった問題が実際あるんですよってことを。そうですね、まずは、まあ、リスナーの皆様 に、はい、まあ、リスナーというか地元に、まあ、お伝えできたらなと思ってますので。なるほど、はい、であと実はあと2つ目もあるんですよ、はい、これも、まあ、
実はびっくりなんですけれども、はい、ネビルは伊良部島ってご存知ですか？あ、もちろん行ったこともありますよ。あります、はい、伊良部大橋すごい綺麗じゃないですか？めちゃくちゃ綺麗ですよね、はい、実はあの伊良部大橋を、まあ、伊良部島に向かって、はい、あの左手側が、まあ、実は伊良部 の、 その島のリゾート地に、まあ、なっておりまして、はい、実はホテルがですね今建設中なんですよ、数軒。ほうほう、はい、そうするとですね、あの、まあ、海がもともと今も見えはするんですけれども、はい、あの、まあ、その海とその陸の間に、まあ、結構建設中の、うん、建物がずらっと並んで少し景観が崩れているっていうのが実は起きてまして。あ、はい、なるほどね。まあ、その観光にね、まあ、その観光客 をたくさん来た時にやっぱホテル必要じゃないですか。そうですね、はい。まあ、なのでそこは自然な、まあ、流れかもしれないんですが、まあ、逆にちょっと自然が少しずつバランス崩れてるのかなっていうのが個人的に少し心配になってるというか、まあ、これもしかしたら、ね、はい、全然筋違いの話なのかもしれないですけど、はい、そういった意味では例えば Airbnb とか、はいはい、そっちの方がどんどん、あ、そうですね、増えていけば確かにいいのかなって、そうですね、ちょっとちらっと思っちゃったんですけど、うん、そこもありますね、まあ、その観光業としてやっぱ盛り上げるためには そうですね、そこも必要かなとは。観光客たくさん来てほしいけども、はい、そうですね、やっぱ泊まるところがね、あの、まあ、余裕がないといけないのかなっていうのはもちろんあるんですけれども、結果その古き良き沖縄の、はい、景観がどんどん失われていくってなると、はいはい、ちょっとそれもね少し寂しいかな、まあまあ、特に東京、まあ、ちょっと沖縄でいうとナイチャーですかね、はい、ナイチャーが来るときにはやっぱもう何ですか、サトウキビに囲まれたあの、まあ、自然豊かな島っていうイメージがやっぱ根強いと思うんですよ。まあ、そこで、まあ、その中でちょっと建物が多すぎちゃうと少しあれイメージと違うのかなっていうのは、まあそうですね、あるかなっていうのは、最終的な多分落としどころとしては、はい、まあ、受け入れのできるその器、まあ、箱を用意して、はいはい、なんとか自然に対する影響を最小限に持っていくっていうところなんですかね、まあ、なるべくバランス保ってていければなっていうのは願ってはいるんですけれども、でもそれ実際目の当たりにしたらちょっとショックでしょうね、はい、そうなんですよね、まあ、僕も仕事柄、まあ、カメラ、まあ、一眼レフ持って撮影するんですけれども、はい、なかなか結構海だけ映すっていうのは少しずつ難しくはなってきますね。そんな変わってきてます、はい、変わってきてます。特に、はい、宮古島、伊良部島はすごいので今、そっか、はい、ちょっと悲しいな、まあ、ちょっとまたね仕事でネビルが行くときに見ていただければと思うので、はい、そうですね、はい、で次、まあ、これも、まあ、その前半でお話ししてたんですけど、台風18号が、はい、あの、まあ、これも宮古島の話で続いてしまうんですけれども、はい、まだ爪痕が実は残ってまして、あの、大きかったですからね、まあ、そうなんですで、具体的にどういった感じで、まあ、その影響があったかといいますと、まあ、これもまあ、その宮古島全体なんですが、停電がですね、はい、あの、まあ、今収まってるんですけれども、停電が、3日4日ぐらい続いたという、あ、まあ、今までで一番長かったという。そんだけ続くとちょっときついですよね、はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、電気止まっちゃうと生活にも、うん、あの、まあ、影響が出てしまうので、はいはい、であとはまあ観光つながりだとホテルも、まあ、もちろん停電をして何も使えない、エアコンもつかないとかあって、まあ、観光客が泊まっているときに、まあ、でしかも飛行機飛ばないから、はい、そうです、いないといけないですよね。そうなんです、まあ、例えばその内地の方ですかね、はい、あの、今日戻ろうと思ったのに台風が来てしまって飛行機が飛ばないっていうの でホテル側はどう対応したんですかね。まあ、なんとか対応したらしいんですけれども、まあ、現実問題です。まあ、部屋が少し足りなかったという。例えばベッドシーツとかも洗えないんじゃないですか。そうなんですよ。ですよね。そうなんです。停電で要はそのタオルとかですね、まあ、シーツとかを、まあ、洗ってくださる業者さんも止まってしまって、結構もう観光、まあ、地元の普通の生活もそうなんですが、観光にもかなりの被害が出たっていう感じで、で、
あともう一つはですね、停電のほかにあの雨 の, その量がすごかったらしくて、風が強い上に、まあ普段の雨ならまあ全然問題はないんですけれども、あのホテル の, その中というかですね、浸水が起きてしまって、はい、未だにそのホテルの床が水浸しという、未だにです、まだ。でそこをまあ乾かしたりとか掃除とかですね、なのでまあその未だになので、お客さん自体もまあ一部のホテルではちょっと受け入れが難しいという厳しい状態が実は続いてるんですね。なるほど。でもなんか話を聞いてると、はい、その台風の話もそうなんですけど、はい、この観光客が増えていくことによっても発生するライフラインの部分、はいはい、そうですね、そこが結構重要なんですね、はい、そうですね。なので電気もそうなんですが、電気水道、はい、ライフライン止まると、まあ、すごい影響が出るんだなっていうので、はい、どうしましょうか。でもこれどうしましょうか。まあ観光でね、頑張ってるので、うーん、そうですね、はい、まあ少しずつ、まあ、毎年毎年こう観光客も増えて、はい、まあ、沖縄が潤って、はい、でそれに伴ってライフラインもアップグレードしたり、うん、改善したりっていう、はいはい、ことやっていくしかないですよね。そうですね、もうできることからやらないといけないなと思って、うん、まあ、そこは地元の皆さんと、まあ、一緒に頑張っていきたいなと思うんですけれども、まあ、そこはネビルも一緒にね、頑張れればと思っているので、はい、頑張ります、ね、頑張りましょう。まあなんかでもできることがあれば、そうですね、声かけてください。まあ一人の力では、はい、そうです、みんな集まれば何かできると思うので、はい。でまあ、次最後に、まあ、これ先週ものニュースなんですけども、結構いまだに今日のニュースでも、まあ、沖縄タイムズさんの方で上がってたんですが、はい、あのオスプレイが新石垣空港に、はい、まあまあ、ちょっと整備の絡みで、まあ、止まっちゃったというか、まあ、ちょっとそこでですね、実は僕がまた仕事で石垣島いたんですよ、はい、あ、さっき言ってましたね、はいはい。でちょうど帰る時にオスプレイがいたという。で どんな感じだったんですか。なんか写真とか撮れるんですか、はい、写真はちょっとまあすごい想像しい感じだったので、あ、まあ、それどころではなかったっていうのが正直なところなんですけれども、あ、はい、まあ、ね、離発着が全て、まあ、民間機のですね、はい、離発着が全て止まって、うん、まあ、羽田に帰る人も2時間ぐらい足止めを食らってしまって、うん、はい、結構空港内では観光客がもう満杯というか、あれってなんか5分前ぐらいにこう連絡が入って、はいはい、緊急着陸っていうことでしたっけ、はい、ですね、僕は実はその、まあ、石垣島にいた時にはそれが拾えないというか、はい、まあ、普通に、まあ、何もニュースも何も聞かずに空港に向かってたので、はい、うん、おそらく僕が着いた頃にちょうど、まあ、その何ですかね、伝達がいったというか、多分分からない人の方が多かったと思います。うん、なるほど、まあ、そうなんですよ、まあ、オスプレイ自体が観光に、まあ、直結はしないんですけれども、そういった、まあ、空港、民間の空港にオスプレイが、まあ、来たということで、はい、まあ、間接的にちょっと観光客の、まあ、移動の足止めという影響になったかなと思って、はい、結構まあそうですね、僕も家に帰る時にそれが起きてたので、うん、そうですね。でオスプレイって、はい、なんか事故が多いような印象あるじゃないですか。そうなんですよ、今までも、まあ、結構あったらしくて、まあ、不時着とかですね、うん、まあ、で一応僕も自分なりにいろいろ調べたんですけど、はいはい、まあ、実際わかんないですよ、はい、これもねやっぱりさっき言ったように失言とか、はい、気にした上でそうですね、わからないですよって今言ったんですけど、はい、実際にはわ、はい、かんないですよ、はい、実際には、はい、そんな事故多くないぜっていう話もあるみたいですよ。あ、そうなんですね。だってオスプレイって何なのって話した時に、はい、あれはまあ飛行機 と、はい、まあ、ヘリコプターをまあ合体させたような、そうですね、うん、まあ、いろんなものを運ぶための乗り物ですよね。はいはいはい、そうですね。で
実際、まあ、オスプレイ以外の、はい、いろんなタイプの、はい、飛行機ありますけど、はい、まあ、数字で見ると、はい、そこまで事故率は高くないっていう話も、いや、分かんないですよ、数字で見るとね、はい、らしいです。でもメディアの取り上げ方も、うん、そういう印象を沖縄の人に与えてるんではないかっていう話はあるみたいですよね。まあ、そこはもしかしたら、うん、まあ、なんとも言えないですけどね。ですね、はい、こればっかりはね、そうですね、もうそれぞれで捉えてほしいんですけど、はい、まあ、受け取り方もね、人それぞれだと。でもう一つ言いたいことがあって、はい、はい、どうぞ。緊急着陸と、はい、不時着と、はい、墜落、はい、どう違うか分かります？結構大事なんですよ。大事だと思いますよ、はい、で僕の中では、はい、多分墜落は、はいはい、バラバラになったら墜落なんじゃないかなと思ったんですよね。あ、表現としてね、はい、え、何だと思います？まあちょっとそこは分からないんですけれどもまあ僕がその体験した、はい、僕自身がそのまあ石垣空港でオスプレイがその止まってしまったっていうのは緊急着陸って書いてますよね。そうですね、うん、まあ、そこはまあ体験したのでそこは間違いないかなと思って。まあそれはその通りだと思います。そうですよね。ただ僕今記事読んでるんですけど、はい、去年12月の名護市であった、はい、墜落っていうふうな表現があるんですけど、はいはい、まあ、調べた結果ですよ、はい、墜落と不時着の違いは、はいはい、パイロットが機体を制御できるかの違いらしいんですよ。できるかできないか。そう、できなかったら墜落。はあ、このバラバラになったかなってないか置いといて、置いといて、はい、できてたら不時着なんですよ。はあ、で初めて知りましたね。新聞の内容を見ると、はい、名護市、はい、安倍沖、はいはいはい、合ってますよね。合ってます、ね、で、はい、墜落って書いてあるんですよ。あ、でも僕さっきも紹介した通り英語が分かるんですよね、はい、米軍人が話してる内容とか、はい、英語でそのまま聞き取れるんですよ、はい、変なフィルター通さずに、はい、メディアの洗脳を通さずにダイレクトで、ね、僕はダイレクトで理解できるんですけど、彼らが言ってるのは、はい、操縦士がうまくコントロールして、はい、民間のね、その畑だとか家とかに当たらないように、はいはい、うまく操縦して海に落としたんですよって確か言ってたからね。そうなんですね。そうなると不時着ですからね、はい、これはそうなんです。あ、そこは勉強になりますね。どうでもよかったっすか。いやいやいや、どうでもよくない。だから僕が言いたいのは、はい、まあ、無理やりまとめますと、お願いします。そうですね、言いたいのは、はい、実際事故は起きてますよと、はい、ただ、はい、その伝えられてる数字とか、はい、まあ、結果的なその現象っていうんですか、はい、まあ、そこまでちゃんとできれば、はい、みんなあんまりこう、うん、メディアを鵜呑みにせず、そうですね、自分なりにそれなりに理解して、うんうん、こう吸収していってほしいなって。そうですね、それだけです。解釈の仕方も大事だと思います。ごめんなさい、ありがとうございます。締めありがとうございます。ごめんなさい。どうぞ続けてください、はい、終わりですか。あ、終わりです。僕の方はもう、はい、はい、もうね、時間もね、そろそろ後半差し迫ってきましたので、あ、ですね、はい、どうしますかね、曲いきますか。2曲目行きましょうか、そろそろ、はい、ね、ちょっとそろそろリスナーの皆さんも曲はどうしたんだっていうですよ、ね、ところもあるかもしれないので、さっきヒッチーが言ってた、はい、はい、曲はどうなったんだっていう。あ、そうなんです。ですね、僕結構休みの日に、まあ、DVD 借りてよく見るんですけれども、はい、バーレスクってご存知ですか。あ、映画の。そうです、そうです、はい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 、はいはい、まあ、サントラを結構聞くんですけれども、その中から1曲いいですね、お届けしたいなと思ってますので、はいはい、では、まずその映画、まあ、そのバーレスクですね、そのサントラの中の、まあ、曲名が僕、まあ、英語はそんなできないんですが、はい、Show me how you burlesque。 はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、わかりました。じゃあこれをお届けしようと思います。はい、どうぞ。はい、ピンクドットの話をして、
ピンクドットだけですよね。ですね。あと、まあ、今後こういうのをやっていきますよっていう、そうですね、宣伝。多分 3曲目はいける。まあ最悪入れなくてもいいんじゃないですか。話しながらね。はい、はいはい、そうですよね、そうですよね、しない、そうですよね。そうですね、だいたい10分前ぐらいには締めの感じに入りましょうか。10分前、曲が残り1分ちょっとなので、はい、そうですね。会社に国際電話とか来たんですよ。ほう。クレスコさんさんにみたいな感じ。あ、そうなんですか。まあ、タイミング合えばいくらでもお手伝いしますけど。結局どうなったんですか、それ。喋れてるし。うん、なんだろう。気になりますね。あと40秒ぐらい。はい。曲は、曲はですね、映画バーレスクのサントラから、はい、Show me how you バーレスクなんですが、これはきちんと言うとどうなりますか。え、Show me なんておっしゃいました。 Show me how you バーレスク。まあ頑張っていきましょうみたいな感じじゃないですか。頑張っていきましょうなんですね。まあ、多分多分まあちょっと調べておきます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、いい曲ですね。でもなんか元気になりますね。はい、元気になる映画なので、ぜひ機会があれば、はい、リスナーの皆さんも見ていただきたいなと思っております。はい、はい、なるほど。はい、じゃあ続いてですね、はい、さっき冒頭で軽くお話ししました、沖縄でですね、9月の24日かな、はい、あ、23日ですね。そうですね、イベントがありまして、これ、はい、ピンクドット沖縄っていう、イベントなんですけれども、はい、そうですね、性的少数者かっこ LGBT が生きやすい社会の実現を目指すイベント、はい、ピンクドット沖縄2017っていうことなんですけど、そうですね、僕も個人的にすごい応援したいんですよ。はい、友達、さっきも言いましたけど、そういった友達もたくさんいますし、はい、まあ、彼らが抱えている悩みとかも、うん、まあ、自分なりに理解してるつもりなんですけど、はい、まあ、沖縄の人たちにもね、いろいろ考える機会があればなとは思ってるんですが、はい、まずこれ僕自身も実はちゃんと理解できてんのかなって思ってる部分があって、うん、 LGBT、はい、そして Q、そして X ジェンダーってやつがあるんですよね。ありますね。めっちゃ数多いじゃないですか。聞いたことあるぐらいなので全然勉強してないんですけれども、はい、で、はい、多分ですよ、はい、僕分かってるつもりだったけど、 あ、
あ、違うわっていう調べた結果、調べたんですね、微妙にこう定義、はい、そういうことなってんだ、多分もっと細分化していろんなタイプいるのかもしれないんですけど、はい、大まかにはこういうことですよってことをまあ調べてきたんですけどね、はい、まず L、 レズビアン、はい、これはなんとなくわかりますよね、うん、わかりますね、なんだと思います、そうじゃちょっと食い組みで言いますけど、なんだと思いますか、いやいやいや、意地悪ですねレズビアンとは何ですか、レズビアンとはまあ女性と女性がね、はい、まあ、愛し合うというか、いやまあそうなんですけど、合ってますか、合ってます、はい、合ってますけれども、はい、さらに言っちゃうと、さらに言っちゃうと女性として女性が好きなんですよ、女性として女性が好き、そう、別に女性が好きだからといって、はい、女性である私は男の気持ちがあって、はい、女性に対してこうアプローチしてるってわけではないってことなんですよね、うーん、女性として女性を愛してるんですよ、それがレズビアン、少し難しいですね、そう、定義が、僕もそう、あ、そうなんだと思って、そういうことなんだって、ちょっとまあ違うタイプもいるんでしょうけどね、はいはいはい、で、まあ、ゲイ、はい、LG の G のゲイですね、はい、これはまあそのままあのレズビアンのまあ男性バージョンということで、うん、そうですよね、男性として男性が好き、はい、っていう方、はあ、どうですかどうですかヒッチさんどうですか、どういうどうですか、何ですか今、いや、あ、そのまあ、それはそのまま定義を聞いてみて、はい、あ、それはそのまま、そのまま、うん、ですかね、まあ、その男性として女性としてっていうのが結構意外にその受け取り方が難しいのかなっていうのは今感じましたね、うん、はい、じゃあ続けていきますね、はい、で B、 LGBT の B ですね、はい、バイセクシャル、バイセクシャル、はい、これ同性も異性も好き、はい、で、はい、僕あの友達いろいろいるって言いましたけど、はい、まあ、みんながみんなじゃないですよ、はいはいはい、ね、出現するかもしれないから言いますけど、はいはい、みんながそうじゃないですけどそうなんですね、基本的にレズビアンの方とか、はい、ゲイの人って、はい、バイセクシャルはそれちょっと違うよねっていう人結構いるんですよ、はい、お前らはただなんていうの、あ、ちょっとちょっとちょっとね、言葉が、ね、言葉をちょっと柔らかく、ね、柔らかく言うと、はい、君たちは、はい、よりどり好みじゃないかみたいな、ああ違うな、あの言葉が、君たちは、君たちは八方、違う、八方美人でもない、君たちは何でもあり、あ、まあ、まあ、ちょっとざっくり言うとね、要はね、要は要は、要は、はい、僕の理解ですけど、はいはい、レズビアンとゲイは先天的なんですよ、はい、多分、はい、あのでバイセクシャルは後天的、はい、多分、まあ、先天的は生まれ持ったものですよね、多分、まあ、分かりやすく言えば、はい、そうですね、はあ、そうなんですよ、うーん、でバイセクシャルは試してみたらいいじゃんみたいな、あ、まあそれは、うん、まあ合ってるかなとは思いますね、うん、後天的、そうですね、そうなんですよ、うんうんうん、で、はい、でも、はい、これ面白いのはちょっとややこしくなってくるんですけど、はい、バイセクシャルに対してそういうね、はい、ことを、はい、たまに言うレズビアンとゲイの人たちもいる中で、はい、レズビアンゲイの人たちって、はい、まあ、あんまり突っ込んだ話はしないですけど、はい、例えば夜の営みあるじゃないですか、はいはいはい、男性側も女性側もする人たちのことを、はい、確かねトランスバースって言うんですよ、はい、あ、これが最後の、いや違う違う、まだそこ、まだそこ言ってないですよ、違うんだ、はい、ごめんなさい、レズゲイの中でも、はいはい、私はその営みをするときは女性しかやりません、はい、私は男性しかやりません、はい、またもしくはどっちもいけますよっていうのがいるんです、そういうタイプがいるくせに、はいはいはい、バイセクシャルは認めませんとかっていう人がいるんですよ、ややこしくないですよ、ややこしい、どういうことって思いますよね今初めてちゃんと定義を聞いた上で、うん、まあ、感想を言うと、まあ、ちょっとややこしいのかなっていうのを感じますね、だからいろんなタイプがいるのは事実 で、 ああ、そうですね、別に何が正しいとかそんな全くもちろんないんですけど、うんうん、そうですね、ただ理解、うん、初めてこうね、うん、勉強しようと思ったらめっちゃ複雑なんですよね、はい、で、まあ、続きまして、はい、まだあるんですけど、はい、LGBTQ、はい、クエスチョニングの Q なんですよ、これクエスチョニング、要は、はいはい、自身の自身で自分自身の、はい、性に対する
考え方、はい、性的指向が定まっていない人、定まっていない、はい、で、はい、まあ、これは置いといてですね、はい、X ジェンダーが、はい、男性性と女性性をうまくカスタマイズして自分の生活に取り入れている人たち、はい、あ、なんか順応してる感じなんですかね、表現として。で、多分捉え方は違うんですけど、はい、Q と X って結構近い立ち位置なのかなとは。そうですね、聞いてる限りだと近いようなイメージがありますね。で、例えばなんですけど、はい、まあ、なんていうんですか、まあ、男性であれば、はい、いろんなね、はい、ビデオとか見たりするじゃないですか。そうですね、まあ、男性はね、深夜になるとその思春期からね、はい、いろいろあって、まあ、あえてね、はい、どんなものか言いませんけど、そうですね、例えば、はい、ニューハーフものが好きですと、はいはい、僕は、はい、そうなると僕 X ジェンダーになるんですか、はい、定義で言うと、はい、はあ、あ、違うか、クエスチョンか、クエスチョン、もうわけわかんなくなってるということでクエスチョンでいいんですかね、なんですかね。いや、これはもう定義を聞くとちょっと難しいですね、分けるっていうのが。そうなんですよね。そうですね、でも多分今僕初めてその LGBT の、まあ、その定義を教えていただいたんですが、多分まずはその LGBT の定義をまずは知るべきなのかなっていうのは、うん、そうですね、そうですね、まずは理解して、うん、そうですね、まあ、いろんなタイプの人がいて、はい、まあ、特にこのご時世多様性じゃないですか、うん、そうですね、ダイバーシティでいかにこう、はい、うん、ね、社会をこう潤していくっていうか、そうですね、っていう時代なんで、うんうん、全然それはもう素晴らしいことだと思いますけど、はい、うん、もそう思います。で、それにちゃんとこう対応していける環境っていうかね、そうですね、環境が多分まだ、うん、まあ、そこまで整って、まあ、うんうん、いないのかなっていうのは、まあ、少なからか感じではいるんですけれども。そうなんですよ、はい、例えばなんですけど海外とか行くと、はいはい、あ、そうだ、今思い出したんですけど、はい、海外 の、はい、あのターゲットっていうスーパーとか知らないですか。いや、知らないです、わからないですね、そこは。まあ、はい、そこで、はい、まあ、かいつまんで言いますと、はい、性別関係なく誰でも使っていいですよってトイレができたんですよ、はい、でもそれはそれで、はい、事件とか、はい、起きかねないから、はいはい、ダメじゃないのっていう問題になって、結局その案は潰れたんですよ、はいはい、実際できてリリースしたけど、まあ、廃止になったんですよ。運用はしてないということ、ね、もうすぐ終わりになった。あ、そうなんですね、うん、だから難しいですよね。難しいですね、まあ、日本だと、まあ、かなりその式というか、まあ、難しいだろうなっていうのは感じますね、うん、どういろんな人にこう対応していける環境を整えていくかっていうことも、うん、はい、ちょっと考えないとなかなか。そうですね、うん、まあ、そういったのもまた来週以降ね、はい、まあ、いろいろ進められたらなっていうのは。そうですね、 LBG について聞けたらなって、はい、僕も勉強したいのでですね、はい、うん、結構ね、はい、LGBT の人たちってまあ、いわゆる一般の、うん、ストレートの人たちと比べると、はい、なんかある意味こう殻を一つ破ってるっていうか、うん、才能あふれる人がめっちゃ多いんですよ ね、 そ う、 すね、はい、そういった意味でも人間的にも魅力的な人たくさんいるんで、うん、はい、そうですね、大好きなんですけど、はい、うん、まあ、今後もね、またこの話取り上げていければと思います。そうですね、はい、そうですね、お届けしたいなと思ってます、はいはい、で来週からですね。そうですね、そう、実はですね、まあ、僕たちラジオ初めてなので、まあ、昨日、まあ、茶谷町の、まあ、美浜のところで2人会って打ち合わせをしてたんですけども、実は昨日、まあ、ある企画をしようということで、はいはい、決まったんですが、まあ、それはすごい、まあ、簡単なことなんですが、まあ、せっかく地元のいる、まあ、沖縄ですね、まあ、沖縄にある、まあ、ローカルフードというか、飲み物も含めて、まあ、誰もが知ってるものをあえて伝えていこうっていうのを、まあ、ネビルと僕の方でやっていこうかなと実は思っております、はい、まあ、それをですね、来週から、まあ、何か持ち寄ってそうですね、行きたいなと思ってます。
こうラジオを通して僕らがそうですポリポリもぐもぐ聞いてもらってそうですね、美味しそうだなって思ってもらえれば、音だけで美味しさを伝えるっていうすごい難易度の高いねそうですねことをやろうかなっていう、はい、挑戦も込めたコーナーをやっていきたいな、はい、まあそこでもし、まあ、実はこのトラベル58、実はFacebook のねアカウントもあるので、そこで例えばこれ取り上げてほしいな、食べてほしいなっていうものがあれば、ぜひぜひぜひどしどしね送っていただきたいなと思ってますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、だいたい5分ぐらいですか、あと。そうですね、はい、あっという間ですね。いやー、なんとかなるもんですね。そうですね、もう緊張する暇もないぐらい、うん、まあちょっと前半グダグダだいろいろ、ね、まあ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 そこはご愛嬌で、そうですね、まあ、聞いていただけたらなと思ってますので、うん、最近何かありましたか最初の話に戻るね、はい、でまあ例えばなんですけど、はい、今後こういうトピック取り上げていきたいな的なニュースあります、はい、来週以降。そうですね、そうですね、まあ、せっかくね、まあ一緒に観光に携わっているので、まあ、せっかくそのリスナーの皆様、はい、まあ、おそらくリスナーの皆様って沖縄だけじゃないと思うんですよ。今そのラジオのアプリで iPhone とかね、あ、そうですね、スマホの方でも、まあ、全国聞けるらしいので、はい、うん、なので、まあ、せっかくなので沖縄を発信したいなと思っているので、まあ、各市町村のなんかマニアックなもの、うん、届けるのもコーナーとしてありなのかなと思っています、はい、あとですね、はい、冒頭でもお伝えしましたけど、はい、沖縄の観光産業で頑張る方々のゲスト出演、はい、これぜひ、あ、そうですね、ぜひぜひ、はい、実現したいなと。そうですね、まあ、僕も、まあ、今回初めてなんですが、まあ、少しね慣れてきたら、うん、いろんな人紹介してゲスト呼びたいなと思っているので。そう、僕も何人かに声かけたんですけど、はいはい、どうでした？予想に反してことごとく断られました、ね、びっくりですね。びっくりしましたね。僕3人ぐらいいますよ。絶対この人とこの人はいけるっていうのは絶対っていうのがあったんですけど、はいはい、なんか上がりショーだから嫌とか、あ、なんかそもそも興味ないみたいなこと言われたりね、あ、分かってないなと思って面白いですけどね、うん、まあ、こうやっていろんな情報をね、はい、発信して共有してっていうこともすごい大切だし楽しいですから。そうですね、はい、ぜひ参加されたい方がいましたら、はい、Facebook でもですね、はい、いろいろ、問い合わせできるようになってますから。そうですね、はい、どしどし。 Facebook のアカウントのお名前も一緒ですか？そうですね、トラベル58、まあ、カタカナのトラベル、はいで58か、はい、あと英語の TRAVEL58 でも出てくるはずですので、はい、それで調べていただいてご連絡いただければと思いますので、はいはい、そうですね、僕もいいね押そうと思います。ぜひ、はい、僕もやっときます。まだ押してないので多分まだ2位ぐらいですよね、僕とヒッチ。そうですね、2いいねぐらいですね。なので皆さんもそうですね、どしどしいいねしてくれたら、はい、お願いします、はい、まあ、そこにいろんなものを、まあ、メッセージしていただければすごい嬉しいので。そうですね、はい、テンション上がりますよね。そうですね、テンション上げていきたいと思いますので、はい、残りもう3分切りました。そうです ね、2分40秒ぐらいですね。まあ、あと1曲準備してたんですけれども、ちょっと時間ないので来週ですね、うん、はい、まあ、いろんな曲ちょっと、まあ、ジャンルも問わず流していきたいなと思っているので、はい、ですね。そうですね、じゃあ帰りましょうか。帰りますもう帰るいやなんかラジオだとエンディングとか、そうですね、なんかあるじゃないですか。まあ、でもですよ、でもですか、なんだかんだ言いまして、はい、第1回目、はい、無事終わろうとしてるじゃないですか。そうなんですよね、もうほっとしてますよこれ本当に。昨日僕ら何時に集合して打ち合わせしましたっけ？そうそうそう、昨日7時でしたっけね、美浜の、そう、美浜のね、スターバックスで、スタバでねしかもたまたま祭りやっててめちゃめちゃ混んでて。そうなんですよ、宜野湾市と北谷町の方で祭りをやってましてね。そう、あのエリアから出るのに1時間かかりましたからね、はい、そうなんですよ。で今日は2時間前、いいね、2時間前練習、ね、練習、はい、僕は3時間前に入って、
原稿書いてましたけど。原稿読みました今日。読んでないですけど結果ね。まあそんなもんですよね。そんなもんですよね。はい。まあ言いたいことは言えたかなと。失言あったらごめんねっていうことだけ。そうですね。まあそこは最初でもお詫びをさせていただいたので。分かっていただければ。そうそう。はい、まあ優しいリスナーに囲まれていきたいなと。はい。でもその沖縄の観光を中心にね、これから沖縄が潤っていくっていうことを、はい、心から願って活動してる、はい、ね。そうですね。二人なので、はい、一緒に。そうですね。応援してくれるようなリスナーさんと一緒にですね、はい、頑張っていければなと思っております。もうそろそろ終わりなのでエンディング流す。あ、そうですね、そろそろ確か34秒前ぐらいが一番いいので、あと10秒ぐらいですね。10秒ぐらい、はい、まあこういったラジオ多分そんなないと思うんですけれどもあえてカウントダウンするというね、はい、じゃあそろそろですよ。そろそろ、はい、いきましょう。ゴーサインちょっと出してもらう。じゃあゴー、はいはい。あ、来ましたね。来ました、これ。はい。ですよ、第1回目。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。これからも末永くよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あと10秒ぐらいですね。もう全然ね、来週以降もこういうノリでいきますので、はい、お楽しみに、はい、お楽しみに、また来週、はい、じゃあね、はい、バイバイ、さようなら。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。メールアドレス紹介しないんですか。あ、そっか、そうだった。僕もありますし、メールアドレスはこちらですよね。ですね、余裕がなかった。なんかさっき話してて、結局 Facebook から問い合わせできるからいいかみたいな話になってて、まあでもあれもこれも一応言っとけば Facebook 増やしてない方もいるので、そうですね、媒体も受けて、あれを止めるんですよね、はい、止めて YouTube のアップまでやっていただければすぐ YouTube のアップで